どうぞいらっしゃいませ。おいしいマグロ食べれますよ。種類あります。マグロいっぱい種類あります。イエローフィン、ビッグアイ、ビッグアイフィン、サウザンブルーフィンで、これがブルーフィン。日本人大好き、大好き、大好き。これなんですけど、ちょっと朝注文でですね、半分、もう出しちゃったんですけど、皆さんに美味しく、美味しいところ食べてもらいたいと思って取っておきます。ここはで、これ今取ってあるところから、食べれる部分に関しては、皆さんが、好きだというところが多いのが赤身、赤身ですね。そして中トロ、中トロ、その次は大トロ食べれます。その他、今この現状で食べれる場所がまだあります。さあ何でしょう。赤身、中トロ、大トロ以外、この今切ってるマグロで食べれる部分、じゃあドルルルルじゃん、ネギトロ、ネギトロ、ネギトロ知ってますかね。骨についた身をネギトロっていうところから来てるネギトロだね。ゆっくり食べてね、ネギトロね。で、その他食べれるところがこれね、カマトロ、カマトロ、さっき買ったところで、美味しいところ、一番美味しいところを食べれます。で、これもですね、今から、魚切っていって、ここのまな板の上で赤身、中トロ、大トロ全部切り分けます。で、それを目の前のこのマグロそのままここに移して切り分けて販売しますんで、美味しいの食べたかったらぜひこういうの買って食べてください。大体ですね、
流通してる大きいところ1匹がだいたい40キロぐらいがメインです、ね。今日の、本マグロこれ123キロありました。123キロ、ね、とっても大きい方です。なので身もしっかりしてますし味ももちろん美味しいです。油も乗ってます。はい、キラキラしてんの。これ全部油。
もうちょい上で気持ち、はい、吉本さん気をつけていい？はい、オッケー。せーの、よいしょ。おい、の背骨、この背骨についてるこの身のことをネギトロ、ネギトロ、1,2,3,4,5、 こんなもんです。もう生のカマトロはこれだけ出てるだけ、これと出てるだけ。せーの、ドン。こんな感じです。どうぞ、いらっしゃいませ。おろしたての本物。